ちゃ、ちは、はい、はい、ゆたかさん。まあ速報に近いというかね。ねえ、ついに決まったという感じでしょうか。はい、はいはい、大谷翔平選手が、まあ、そうね、はい、決まる決まるって言ってたんだけども、うん、まあ最後の最後まで、うん、なんていうの、発表がなくてね、うん、寝てしまったんだけど、それまでずっと追っかけたんだよね。で、まあおおよその予想がついてたドジャースに、まあ、決まったというね。ね、ロサンゼルスドジャース。はい。はい、もうこれはね、今までも日本人の選手は何人も活躍をしているチームですけれども、まあ、ね、はい、まあ、最初は野茂英雄かな。うん。が行って、まあ、最近ではマイケンがね。ね、投げてたけども。うん。まあとにかく。もう優勝を常に狙いチームに行ったということだよ ね、これ、うん、はい、どうぞ。はい、これ今回の契約報道では、はい、10年で総額7億ドル、はい、これちょっとね、日本円にすると約1015億円の契約、はい、10年っていうのもまたすごいですよね。まあ、10年っていうのは、うん、やっぱなんて言うんだろうな、やっぱ二刀流もあるしね、うん、まあ、大谷もそんなに激しく移動はしたくなかったと思うし、まあね、まあ、ドジャースの方もそれだけの10年間やるだけのまだ全然価値があるというかね、うん、まあ、そういうことなんで、まあ、10年契約にはなったけども、はい、これね、MLB 史上最高額という報道ですけれども、まあ、そうだね、うん、サッカー選手のメッシと比べてもね、うん、スーパースターの、うん、もう全然契約金としたらすごい金額になってるし、うん、もう世界のトップって言ってもいいかもわかんないよね。ねえ、まあ、それでね、まあ、トロントブルージェイズってカナダのチームがあるんだけど、はい、まあ、そこと激しく多分ドジャースが争ってたと思うんだよね、うん、これはなぜかというとさ、トロントの、うん、まあ、カナダに所属するチームなんだけども、はい、カナダが挙げて大谷を取りに行くという、国を挙げてっていう、もうそういう そのぐらいの勢いがあったらしいよ、うん、で1000億を超えたのが、提示したのがおそらくブルージェイズが先で、うん、まあ、それでそのチームがどういう状況かというと、やっぱお客さんも、まあまあ、あんまり入らないし、うん、でも大谷が来ることによって、まあ、それを解消しようとか、だからいくらでもお金を出すっていうふうになんかこう言われてたというね、うん、裏情報ではあるんだけども、はい、まあ、ただやっぱりこうなんて言うんだろうな、まあ、気候だよね、うん、やっぱトロントってやっぱ寒い地域にあるし、まあ、ドジャースっていうのはロサンゼルスで、うん、まあ、気候もいいしね、まあ、二刀流をやる上では絶対条件というのは多分気候だと思うんだよね。なるほど、うん、まあ、お金も大事だろうけれども、うん、あとはやっぱこう一本の価値をね高めるためにもドジャースを選んだというね、うん、うん、赤からブルーに変わるというね、本当ね、うん、今から想像しますが、ユニフォーム姿を、まあね、まあ、何着ても似合いますね。まあ赤だと止まっとかなきゃいけないけど、もうブルーだといけだからね。まあ信号の話だけども、まあだけどやっぱ最後の最後までね、うん、悩んだ結果が、まあ、ドジャースということ、まあ他の球団でもカブスがね、うん、熱心に期待だとか、うん、まあもう引く手あまただろうね。いや、もうどのチームもね、うん、来てほしい、もうね、そこの地域の人もそうでしょうけど、うん、もうこうなってくると金額と環境といろんなことが左右してのこの今回の決定だったんでしょうかね。まあそうだね、うん、まあ日本人のことを言うとさ、うん、やっぱドジャースに行くと応援もしやすいかなっていうね、うんうん、まあ、ロサンゼルスっていうのが一番なんか日本人の中では馴染みがあるんじゃないかっていうことも思うし、ね、うんうん、あとは日本人が多く住んでる、はい、うん、箇所でもあるしね、うん、だからまあいいところを選んだかなっていうようなね、うんうん、まあそんな感じはするよねえ、うん、もうなんかね、大谷選手本人のインスタグラムでもう早速、まあ、そこで発表したようなのが最初みたいなんですけれども、はいはいはい、今日ね、私も朝インスタを開けてみたら、うん、いきなり大谷選手のがドーンってもうこの LA っていうマークが写真でドーンって来てて、はいはいはい、あれこれは本人のインスタなのかなって思うぐらい、まあね、こういきなりね、
発表がありましたけれども、だからまあ発信の仕方もね、最近ではね、まあ、SNS を使ったりだとか、まあ、してこう発表をいろいろするけどもね、まあ、やっぱり情報はやっぱこういろいろ追っとかないと ね、ただ、まあ、来年はね、大谷っていうのは登板機会がもうゼロだと思うんだよね、やっぱり肘の関係でね、手術したからね、はい、だからそれを踏まえてもなんかドジャースがそれだけの評価をしてくれたっていうのはね、まあ、非常に大谷にとっては嬉しいし、まあ日本人の誇りだよね、なんかね、そうです、もうこれほど の争奪戦がアメリカのメジャーリーグで行われていて、ねえ、もうすごい評価をしていただいて、まあ大体ね、大谷が移籍をする、ね、FA 宣言する、その時点でもう大体こうパッと見たら気候とかいろんなこと考えたらドジャースかなと思ってたけども、何なんだろうね、あんまり決めなかったっていうのは。でもやっぱりあれですか、こういろいろな条件であったりとか、まあ条件もあるけどもね、まあ条件もあるけども、まあそうだな、気候っていうことも大切にしたのかなっていうふうに思うよね、これチームとしてはどうですか、今までのエンジェルスと、まあ、ドジャース、いやもう全然雰囲気が違う、まあ、全然違うチームだと思うんですけど、もうね、ドジャースにとっては、はい、大谷が行かなくても大体球場は満員になってるし、もう放映権もちゃんと取れてるし、毎年優勝争い、ワイルドカード、ワイルドカードじゃない、もうその、ワールドシリーズにね、を狙えるような、そんなチームだから、そんなにこう状況としてはあんまりうまみはないのよ。でも行ったら行ったでまた増えるよ。いや、これ大変なことになりそうですよね。だけどトロントに行くのとドジャースに行くのとではやっぱり全然状況は違うということだよね。だけどやっぱ大谷がドジャースを選んだっていうのは、まあ、気候であったり、やっぱり一本の価値、優勝を狙えるとか、そういうホームランの価値を上げるために、まあ、ドジャースを選んだんじゃないかなっていうようなね、まあ、気はする。だからまあ大正解だと思うけどね、俺もね。まあやっぱ大谷が決まった、やっと決まったから、これからだよ、山本、今永、松井、こういう人たち、日本人の投手陣たちがこうそろそろ決まってくるかなという ね、やっぱ大谷が動いて決まらない以上はなかなか決めにくいよね。ただ大谷に用意してたお金が、これでまあ例えば今永に向いたりだとかするよね、山本に向いたりだとか、だからすごい契約が日本人にできるんじゃないかなっていうような気はしてるよね。まあこのね、アメリカで繰り広げられている日本人のね、遺跡とかの話っていうのはすごく大きなです。いやでもね、昨日、マイケンとね、コラボしたんだけども、マイケンが言ってた、やっぱり日本人のステータスっていうのが、まあ上がってきたと、やっぱダルビッシュとか大谷とか、まあマイケンもそうだけどもさ、やっぱしっかり投げれるっていうのが、レベルが高いっていうのがね、また改めて認識されて、だから山本もそうだろうし、今永もそうだろうし、松井もね、まあこれでまた評価が少し上がるんじゃないかなっていうようなね、感じがしますよ。本当に、はい、もうね、アメリカからすごくこれはなんかすごいビッグなニュースが入ってきましたけれどもね。まあ、そうだね、まあ、昨日 YouTube 撮影でね、まあいろいろこう詰めてたんだけども、事務所に、なんて言うんだろう、ずっと待ってたんだよね、みんなでね、もう決まる決まるって言うからさ、でもとうとう決まらず、今日の朝になったけどね、動画撮影がね、まあでも本当にビッグニュースだよ、これは一つの ね、もうこれロサンゼルスっていうと、こう日本からもねアクセスしやすいし、もうたくさんの人駆けつけるんでしょうね、もう。そうだね、まあ、ちなみにね、日米野球で、アメリカに飛んだ時に、4年の時ね、大学4年の時、ドジャーズスタジアムで、エキビジションゲーム、何？エキビシションゲーム。エキビシション、なんか違う気がするけど。エキビシション。エキシビション。エキシビション。まあ、やっぱこうドジャース対どこかの試合の前座で試合をやらせてくれたのよ。おお、すごいね。
で初めてやっぱアメリカで野球やった時に使った球場で、まあ WBC もそこで優勝してるしね、すごくなんていうの、日本人にとっては縁起のいい地、あの球場じゃないかなっていうふうに思うんだよね、馴染みあるね。ね、いや本当に馴染みありますよね、ドミナーズの球場ってね、日本人にとってはね。うん、そうだね。ね、まあね、WBC って言ってね、うん、大谷選手がどうしても成し遂げたかったっていう優勝を成し遂げてね。まあそうだね。今度はね、アメリカのメジャーリーグでのワールドシリーズだよ。を目標としているんでしょうかね。まあやっぱそうだよね。うん、じゃないとやっぱドジャースには移らないと思うし、ね、うん、やっぱこうまあ条件もあっただろうけども、うん、やっぱそこら辺は視野に入れてるよね。うん、はい。まあとにかくドジャースのユニフォーム姿を早く見たいし、うん、まあ活躍を見たいね。もう生のね、こうあどういったことをね、大谷選手が話すのかもすごく楽しみですね。まあまあそうだね。うん、まあまあとりあえずあの決まってほっとしたわ。なんかもう周りがもうさザバ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 してるから落ち着かなくて、俺もこれでやっと落ち着いたわ。ね。ね。本当に。はい。はい。頑張ってください。はい。はい。